おはようございます。お世話になります。いらっしゃい。行ってきます。行ってきます。10回貼ったら交代。今3回。次ストップ。ライト兄ちゃんの作ってるところ。あ、乗ってる乗ってる。これ。乗ってる。はい、ちょっと。はい、そろーっと。そうそうそう。そうね。お、卵が。白いの。おー、たくさん。すごい。いっぱいある。あ、危ない危ない危ない。周りから落ちてる。エブが倒れちゃう。おお、待って、やばいやばい。いいですか。お山で記念動画。すごい。間違いないように、そのままで4、はい、みんなこの辺取れる。ちょっとそのまま、そのまま、はい、はい、それ、そのまま、そのまま、そのまま、こっち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 、そのまま置いて。よし、いいよ。下いいってこと。ダメで、まあ、あ、そのままね、はい、そうそうそう。ダメだけど、できる。数えてみんな、これで。7。はい、7。雪乃さん、俺ね。あ、向きを変えた。このまま、はい。水口先生。そう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 、上手。そう、そのまま。はい、12。そのままね。ちょっとリュウシ君かけない。はい、置いて。また言う太一君。その。はい。ゆっくり。よいしょ。だいぶ心配になるから。18。マグが割れて。先生、好きだったよね。
はい。よし。あ、おい。じゃあ戻るな。いや、いや。急に元気だったな。慎重だった。待って。って思ったことは、なんか意外に硬かったけど柔らかいのもあって、なんかびっくりしました。僕は前インターネットなどで調べてあって、それが本当にあるのかなって思って、あのなんか100なんか深あの巣の巣穴の深さとか、ね、幅とか調べて、それとかが本当にあったし、なんか卵がなんか意外と硬かったから、あ、まあちょっと柔らかいけど思ったより硬かったから、なんか触れた初めてだったので良かったです。ウミガメの卵を初めて掘ってどうでしたか？割れそうだった。おい、後ろうららしない。楽しかったですか？楽しかったです。掘るときには疲れたけど、最初はないと思って持っていったらあったので嬉しかったです。4年目だけど、今年のも楽しかったです。卵をプニプニしてました。楽しかったです。卵を掘っている時に卵が潰れそうだって、潰れそうでなんかプニプニしてて気持ちよかったです。これが何だったっけ、あのお姉ちゃんだっけ、お姉ちゃんが、お姉ちゃんで、お兄ちゃんあっち、お姉ちゃん、それで、子ガメ、子ガメ、親ガメだよね。親ガメこっちは、見上げるカメです。見上げるカメです。工夫したところは、周りに水を入れて、本当に泳いでるように見せるのと、甲羅を木で、あの節を作ってる。水の中に魚を入れてます。水の中に魚がいるそうです。頑張ってるなと思うと拍手をして、全員拍手してる。ね、貝殻たくさん取ってるね。頑張ってるなと思うと拍手をして。そうですよ。あとね、あと2つぐらい持ってくるから。あ、ウミガメ卵見てないね。はい、見たことない。こう、あと129個。はい。偉いなぁ。そのまま手をつく、絶対下ろす、絶対下ろす、そうそうそう。20、23、そう、ぐらっと手を、もう服が汚れるかもしれないけど、この胸のところまで
くように。ちょっとカメラもそのままね、ちょっと手をっと伸ばして、そう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 、そんな感じ。上からな、上から、はい、もっと前に前に、そう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 、はい、時は綺麗だったけど、持ってきたらなんかちょっと土がついてたりとか、ちょっと皮がなんかパサパサになってたりして、そのちょっとの時間でそんなになるんだなと思いました。はい、僕はあの今さっき撮った時に、撮った時はちゃんと上を向けてやって、でこっち今やった時はあんまり難しくないかなって思ったけど、難しくて卵もちょっと割りそうで怖かったけどできたし、あとちょっと柔らかめが今さっきよりちょっと硬かったから、なんかそれその時間で変わるんだなって思いました。よし君は遠足でやってるのか、上手に見とかしましたか。5、6年生は別にいいんだから、休んできながら。じゃあ楽しかった、楽しかったです。卵を、孵化場に入れたので嬉しかったです。来年もしたいです。初めて座った卵は柔らかくてピンポン玉ぐらいの大きさで、でも可愛かったから、早く赤ちゃんになって放流したいと思いました。あと初めて知ったことは、卵の入れる向きを変えてしまうと赤ちゃんが生まれなくなるから気をつけなきゃいけないということでした。ウエスト間違いように入れたけど、婦女先生が意外と低い方に入れた方がいいよって言ったので、低い方に入れました。私は、1回目に穴の中に入れる時に、土を落としてしまったので、次は気をつけてやったら、土が落ちなかったから嬉しかったです。卵はなんか豆腐みたいな感触で、さらに言うとあれ表面は硬いけど、グニッと押したらすぐに豆腐みたいな感触でした。卵は最初は結構硬いと思ってたけど、結構硬かったので、こんなに硬かったんだっけと思いました。最後見たい。136。去年は158。OK です。はい。3、はい。136個、孵化場に。